こんばんは、ミネラルウォーター大全伊藤です。今日は富士山の水、山中湖村の天然水、こちらを紹介したいと思います。じゃあ早速ラベルを一周してみましょう。まずこうラベルにドーンと描かれているのがですね、葛飾北斎、富岳36景のですね、外風快晴ですね、通称赤富士と呼ばれていますけども、この水が富士山の、水だということ、富士山の近くの水だということがですね、すぐに分かる、この分かりやすい絵っていうのがとてもいいと思います。やっぱり分かりやすさっていうのは非常に重要で、このようにですね、富士山の水を使っているよっていうのが誰にでも分かるっていうのがですね、一見して分かるっていうのがとてもいいんじゃないかと思います。富士山のふもと山中湖村は、環境庁が選定した名水百選にも選ばれた清澄な水が豊富な地、幾層もの溶岩の間を何十年もかけてろ過された水、今話題のバナジウムも含まれています。バナジウムっていうのはですね、高血圧や糖尿に良いとされている成分ですね。もちろん、これ1本飲んだからといって何かが起こるわけではありません。効能を期待する人はですね、長い間、例えば半年とか1年とか、まあ、それ以上ですね、飲み続けて、こまめに飲み続けて、効能を確かめるというのが一番のやり方なんじゃないかなと思います。そしてですね、その効能に期待しすぎるのも私は良くないと思います。薬じゃないということは繰り返し言いますけども、たとえですね、全く効かなかったとしてもですね、まあいいかと、それぐらいの気持ちで、導入するんだったらありだと思います。まあ、たとえ全く効かなかったとしてもですね、水をこまめに、飲み続けるということがですね、体にはいいと思いますので、結果的にはプラスになると思います。硬度が51、pH が 7.4、とても、飲みやすい水で、サラサラ感があってですね、癖がなくて、誰が飲んでも美味しいと思います。美味しいと言うと思います。一般的な味覚を持つ日本人が好む水と言えるんじゃないでしょうか。そしてですね、採水地が山梨県南鶴郡 山中湖村、販売者が中日本ハイウェイアドバンス株式会社ですね。そんな感じですかね。この製品ですね、最近中央道の、パーキングエリアとかサービスエリアの自販機とか、売店で売られています。手に入れたい方はですね、ぜひそちらの方まで行ってですね、買ってみてください。よろしくお願いします。